ムツゴロウです。取れてます。相手スパッタリスパクリだな。スパッタリクワットですね。ありがとう。誰が入れてんだろうな。まだいますね。いいねいいね、ありがとう。しょうがないね、それオール入っちゃうんだ多分。え、強してたんで、それで大丈夫です。やっと。前出てくれたらいけるけど、一発も当たんないですね。はい、ドドン。リッターがいて、やった。残念、ギリギリ雨たまんなかったね。いけないかな。オッケー、ドドン？ドドン、ナイス下がり。天才の槍。ドドンの勝ちじゃん。なんか、本当は
ならちょっとおかしいけど、うん、やっぱ遅延あるよな。こっちはいないね。こっちは、あ、いますね。OK。ムツゴロウはね、ボーイナキルっていうのが一番いいかな。なんか他のステージは防衛の時何していいんだろう、まあドドンのおかげなんだけど、あの他のステージはなんかその防衛の時に何していいか分かんなくて、あ、どうしようどうしようってなってる間にあの負けちゃうんだけど、なんかムツゴロウはやるべきことが結構分かって、それをやるだけでね結構防衛できるっていうのが強い。どうって言われてもちょっと難しいんだけど、ムツゴロウ結構ねスプラッシュボム刺さるステージで、それも助かってます。富士壺です。こっちだけは分かんない。お互い変身いいけどね、相手ちょっと狙い少ないかな。右さん右寄りな感じがしますが、おー上手。着地かな。この攻めは一回終わりですね。バケツがそこで。ロングの人上手だからミサイルついた時にあんまりなんていうの、前に出ない方がいいというか、味方だった。定期的にオール入っていく。登って。痛い痛い痛い。集めたーい。はい、まあ59は微妙だけど、これ相手強いからあのそこまで悪くはないですね。それいらない。
惜しい。よし、相打ち。だいぶ時間稼いでるね。帰りたいですね。じゃあ左バケツかな。それ2発。何のカモンじゃ。できないかな。なんか遅れてるけど大丈夫かな。はい。コントローラーの遅延かな。なんかね、ちょっとラグい感じしますね。ちょっとあのスピードテストしますかね、ネットのね。あ、必戦の人と同じ服だ、ありがたい。バレルがきつかったんか。そうそう、バレルきつい編成だね、向こう。ありがたいね。スピードテストしましょう。